皆さんこんにちは、ガキヤです。今日のヘルシーな料理はですね、カリフラワーを使った料理です。このカリフラワーを焼いてとっても香ばしい料理をご紹介します。それにですね、またまた今回も女子高生お呼びしております。よろしくお願いします。はい、みなさんこんにちは。こんにちは。今日はカリフラワーです。カリフラワーをたっぷり食べる。カリフラワー、人参、ハム、ネギ、それと干しエビとごま、あと卵と小麦粉と、これベーキングパウダー、これを使って簡単にですね、焼き物を作りたいと思います。カリフラワーってこういう風にね、なってるのね。これ焼いても美味しいし、ボイルしても美味しい。ちっちゃい包丁。そうそうそう、こんな風に一瞬で切ると。今日はね、大きい包丁でいいですか。見ててくださいね。ほら、こんな風にしよう。そうするとカリフラワーってこんな風にバラバラになるわけ。あ、本当だ。花になってるところを落としていくわけね、こうやってね。そうやってこれを見ると、ほら、お米みたいバラバラになっちゃうと。これをボイルします。その時にお塩を少々入れます。こんな感じです。それでオイルを少し入れます。では大さじ1杯。そうするとね、その沸点を高くするということですね。お湯が沸いてきました。そうしたらこれをカリフラワーをふわっと入れちゃいます。柔らかい本当の花の部分と芯の部分も入っていく感じです。もう色が変わってくるの分かる？ほら、ちょっと黄色じゃなくなってる。そう、ね、こんな風にして一煮立ちしたら OK です。そうしたらこれをと切る。あっという間です。このボイルしたこのカリフラワーをこんな風にしてボウルに入れます。ここに卵が入ります。で、卵を入れて、ハムのみじん切りです。こんな風にしてハムが入ります。人参も入ります。こういう感じです。ヘルシーです。そしたらその干しエビも入れちゃって、はい、こんな感じに入れます。これね、干しエビがなかったら桜エビでもいいですね。味がね、なんとも言えないふくよかな味になるということです。この卵2個とカリフラワー約1個。そしたら小麦粉を1杯、2杯、3杯、4杯と入れます。そこにこれベーキングパウダー小さじ1入ります。ほら、もういい感じでしょう。そしたらネギをほんの少しこういうふうに入れます。これでもうタレの完成です。そう、香りが良くなるからね。あとはこれを焼くだけです。この太白ごま油を一回し二回し入れます。いきます。これをあとは焼くだけ。わー、すごい。こんな感じです。全部やっちゃうんです。全部いっちゃいますよ。わー、色が綺麗ね。こんな風にして、綺麗。この中火で焼いていきます。それで蓋をして約7分焼きます。そろそろ蓋を開けます。こんな感じでどうでしょうか。いい、あ、なんかいい感じです。そうしましたらこれをみんな見ててね、はい、ひっくり返す技ってやると危ないでしょ。ですので、こうやっ
てやるやり方をひっくり返すというんだけど、僕はあえてパッとほら、すごい、見てすごい、基礎の色すごいでしょ。それで反対側もこうやって焼く、ほら、いい焼き色です。香りも最高。これでもう一度焼きます。ここにあるこれはオイスターソースが3杯です。そこにお砂糖が軽く1杯入ります。そこにお酒大さじ1です。こんな風に入ります。そこでお水です。お水が1、2、3と、それで混ぜて混ぜてオイスターソースとこのお水とお砂糖を混ぜる。そこに胡椒を少々、これあとは鍋の中にこのソースを入れるだけです。こういう感じで一煮立ちさせます。おいしいごま油が大さじ約1ふわっと入ります。このごまを1杯、2杯入れて、沸騰したらソースの完成です。両面も焼けて、最後は火をちょっと強めに香りをよくします。さーっと振りかけたら完成になります。いい感じです。ピザのようにこんな風にする。もう香りが最高です。見てください、このトロントロンの感じ。最高のカリフラワーの香り焼き、いただきます。いただきます。身を取って召し上がってみて。食べた時のこの食感が何とも言えないです。とってもヘルシー。どう？おいしい。なんかトロトロ、うん、そうでしょ、濁って食べるの、ね、いろんな味がする。柔らかいし、うん、カリフラワーがぐわっとエキスが出て、あの干しエビとハムの味でね、なんとも言えない味わいになってるはずなんですよね。小さなスプーンでソースをつけてみて。チヂミみたい。美味しい。このカリフラワーがね、美味しい。甘いでしょ。味が変わってすごい美味しい。素晴らしいコメントいただきました。皆さん、カリフラワー1個でこんだけ楽しくヘルシーに仕上がるんですよ。これだったらね、1人2枚3枚食べても大丈夫です。ぜひやってみてください。今日もありがとうございます。先ほどのね、カリフラワーも美味しかったでしょ、うん、焼き色をつけた時の香ばしさ、この同じ香ばしさの中でですね、今回のお茶は黒茶になります。発酵してるお茶でね、前回とはまた違う入れ方ですけど、
これは同じ器が2つあります。で、取っていただいて、この前回と同じように器を温める。こんな風に温めて蓋をしておく。いいですか？温めました。はい。そうしたらもう一個のほうにもう一個を入れて一回外す。そうしましたら茶葉を器の中に入れてください。こんな感じで今日はプーアール茶というのをね、用意してあります。そしたらお湯を注ぐ。わーっとお湯を注いで蓋をする。こんな感じです。今回のお菓子です。これもこの濃いお茶にぴったりのくるみの飴炊き。一口食べてみてください。うん、どう？甘くて美味しい。ね、香りいいでしょ、うん、この凝縮している濃いお菓子に濃いお茶にしました、うん、ちょっと裏蓋の香りを嗅いでみて、うん、どんな香り？炭っぽい。うん。プーアール茶は油を落としてくれる役目がある。蓋でこうやってずらしていく。こうやって茶葉をね、そうすると沈んでくれるはずです。茶葉がゆっくりと。今、そしたらもう一度蓋をして沈むのを待ちます。注目者にはですね、大きく分けると6種類、白、黄色、緑、青、紅、黒で、6種類でしょ。6プラス1って覚えてる。緑、紅、黒、白、青、黄色。プラス1っていうのは花茶。花茶ってよく言うジャスミン茶とか、金木犀とか、バラの花とか。あれはそのお茶に香りを移して足すこと。それなんでプラス1になる。それで今日飲んでいるお茶は黒茶です。黒茶というのは発酵させて寝かしておいてある。そうしている間に皆さんの茶葉を覗いてみてください。どう？色が、うわ、濃くなってる。すごい濃くなってるでしょ。もう一度香りを嗅いで、この茶葉の蓋をいいですか、ずらしてこうやって持ちます。で、持ったものをこうやって入れていく。ほら、熱いから気をつけて。濃いでしょ。いいね、いいね。そう、ぐっと一気に真ん中に落とす感じ。そう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 、いい感じです。もっと入れちゃっていいぞ、最後まで。そうそう、女性の場合は操作ごと持っていいです。こう操作を持ってゆっくりと口に香りを嗅いでから、どう？うわすごい。確かに一番味がするから。そうでしょ、うん、濃い味がね、染み渡っていく感じですね。油を取ってくれる作用がすごくあるってこと。例えば豚肉を食べた後とかね、そういう時にこういうお茶飲むとなんか口の中がすっきりする。あね、ではまたお湯を注いで何煎もこのように楽しんでいく。ぜひとも皆さんも、ね、家にあるお茶で楽しんでやってみてください。今日も皆さんありがとうございました。また来てくださいね。